間に対していろんなこうこと考えさせる時間にしましたからね、まあ、その結果西川が触ってポスト、J1 第22節柏レイソル対浦和レッズの一戦がスタートしました。長いボールで武藤うまく受けます。サポートにゆるきコロキ抜けた決定機列で、そこから起点ができて最終的に決定機を武藤サイドチェンジゆるきワンツーを使う打てないエベルトンミドル三つ丸から三原です。足元を江坂フリッククリスティアーノ右足反転ターンから強烈クリスティアーノ予測しながら反転ですからね、対応は難しいとは思いますが、はい、ちょっと判断が遅れました。マルキノス三つ丸スペース江坂中オルンガ引きつける、これは自分でカットインから右足先制レイソル。いや素晴らしいゴールじゃないですかね、と思うんですけど、中もいるということでニアも効きますよね。完全にもう西川は体重逆いってましたので、いや素晴らしいゴールでしたね。そうですね、まあ、どうしても西牧野はスペースを狙ってつながった武藤戻してマルティノス外れましたけど、このボールが出た時に逆サイドがスタートがどうだったかっていうところなんですよね、同じようなタイミングで出ていたならば多分間に合ってるはずで、少し遅れるだけで後半がスタートしました。ちょっと遅れたパスが出ない、サイドチェンジ開いてユルキ、早いボールフリー正面、完全にフリーでした武藤、まあ、通らなかったんですけども、ちょっとこう可能性は感じますけどね、エベルトン、牧野が上がってきた、リターンをつないでワンツー、エベルトン、シャルディソン先に触りました、シャルディソン。速いボールでいく、流れてきた、こぼれて、ゆるき、オフサイドはない、胸で流し込んで同点、コロキ。いや副審はフラッグは上げていません。飯田レフリーが確認に行きます。これオフサイドとハンドと2つの解釈があります。分かんないですね。ですねこれハンドの解釈はあの脇の下から上ですね、上か下か、まあ、肩ですか、左足の、ね、クロスありますからね。いやー収まった、長澤レオナルドを貯める、左足山下ですかね、山下と大南、試合終了1対1。激しく